コラボス、大阪五十山。パオ。ええ、もうええ。時刻は9時22分です。はい、今日はこちら、じゃん、河内長野駅前から、バスでどんぐらい揺られましたかね。40分ぐらいですかね。40分、30分ぐらいか。3、40分揺られてこちらやってまいりました。何バス停でしょうか。ロープウェイ乗り場前バス停、金剛山のロープウェイ乗り場バス停の方にやってきております。はい、今日はここから久しぶりですね、大阪五十山四座重層を目指して行ってみたいと思っております。はい、コース詳細は親玉まずは、はい、北条山。北条山、東条、東条、はい、東条、行って、次が何やったか忘れたらしいです。それでは元気に行ってみよう。このバス停で降りて金剛山に登らずにこっちに行くのは我々だけですね。はい、いかに変なコースかがよくわかります。はい、思い出しました。はい、東条山が第一座。はい、第二座人福山。はい、第三座、はい、不調山。はい、第四座旗尾岳です。思い出したわけじゃなくてカンニングしました。ちゃう思い出したね。思い出しました。はい、左に入っていかなあかん。あ、そうなの。これちゃう、うん、林道五条線。へえ。こっち入んの。多分。いきなり山なんですけど。学校の方は、学校ね、あと月か2日耐えたら夏休み突入なんでね。はいはい、あのほんまに省エネモードで生きてますね。ほんまもっと走ったりとか筋トレとかなんやかんやいろんなことしたいんやけど。そういえば我が家にぶら下がり棒ありましたね。はい、やってますやってますやってます。それとなんと鉄棒も鉄棒ね、あれバスタオル干しにもなってちょうどいいんですよ。バスタオル干しにもじゃなくてバスタオル干しになってます完全に。夏休みになったらもうちょっと頑張る。しかし逆上がりはまだ一回もできません。大丈夫です、年内目標。いい道やね。いい道やな。舗装路やから。リハビリにはちょうどいいわ。久しぶりにこんな急勾配しんどいわ。やった。はい、9時、9時51分です。9時51分、分岐点に来ました。9時51分です。こう来たんだけど、こっちかな。え、こっちから来たんやで。うん、こう来て、この車が置いてあるところ。いつま右に行きます。はい、いや、まだいい道だね。うん、こっちちゃうよね。これ戻ってこなあかんの、ピストン。へー、うん、あ、じゃあここにピークがあるの。うん、この先に。へー、小さそう。なんちゅう平和のコース。鬼山くん、何号ですか。3号ですか、それは。1、2、3、4、3号はね、あのクラスメートでがね、すごく欲しがってくれたんでプレゼントしました。今あるのは4号、5号ですね。これ5号、最新版です。あのとうとうパラコード、パラシュートで使ってるこの丈夫な紐をアマゾンで取り寄せて編んでみました。ちょっと羽も作ってみました。ちょっと長いミツバチっぽい雰囲気になってますが、これ最新版です。はい、でリュウちゃんのがもう100均のね、組紐を使って、ただの紐とか言うな、
あの表がこうで裏がねちょっと編み地違うんですけど、まあこんな感じ、うん、プラプラすんなでちょっと登ってます。効き目があるかどうかはまだ分かりません、うん、でも今のところまだ一瞬プーンって耳に聞かけたやつがどっかすぐ行ったっていうのはある。へえ、えらい急勾配です。あーしんど早くもしんどい。しんどいんちゃうやろな。しんどいわ。しんどないんか。情の口や。嘘つけ。林道東条山ちっちゃい案内。はい。大阪五十山10時11分です。はい。へえ、赤滝方面下りとか書いてる。そうや、こっちも行けんねんけどな、うん、俺らが行くルートとはちゃうから。あ、なるほど。こっからね、ピス五十山休憩入ります。はい、見晴らしはあまりない。10時28分、はい、最初の分岐点に戻ってきました。車ですね、車。はい、次は神福山を目指します、はい、意外と骨折れましたね。はい、はい、鬼山の効果があったそうです。あのね、ブンブン、うわ、3、4回回られて、うわ来た来たと思って、いつもはもうずっとそれお旅のお供になるんですけど今日はね、うん、これプラプラさしとったらね、うん、どっか行ってる知らん間に。へー、こうやっぱりね、効き目あるんちゃうかなと思う。これね、小ヤンマっていう商品名で売ってるやつを真似して作ったんですよ。小ヤンマ、鬼ヤンマくんじゃなくて小ヤンマっていうパラロープ で作った、まあこれにそっくりなやつ。あの羽は私オリジナルなんで羽はないんですけど、あれをね、やっぱり効き目あるってね、レビューに書いてあったんや。ほんまにあるかもしれん、これ。で、鬼ヤンマくんに関してはどっか山の露天風呂で一人がこう吊るしとってくれたら、もう全然蚊こうへんかった言うて。うん、ほんまかいな。いっぱい足蚊に刺されましたけど、私今それリュック離しとったからしゃあないっていう感じですね。あ、綺麗な道に出てきた、うん、こっち行くと千早峠やって。へえ、これ大トレじゃない？ちゃうね。でもいい道だね。いや、大トレじゃないのって、これ多分。へえ、千早峠っていうか。金剛山、金見峠、うん、懐かしいねえ、久しぶりやね。うん、出ました大トレ名物丸田階段上り。これ登っていくんかな。え、神福山山頂左上り。あ、じゃあこれやな、完全に。よし、登るぞ。はい、時刻は10時48分です。はい、こんなんあったんやな。おう本当綺麗な道。うん、誰でしょ
楽勝ですとか言ってたもん。えらい急やな。おお。すごい。大阪五十山本日第2座目。なんか すごいよなんか。妙法蓮華経法師苦読師品第19経塚。大阪五十山登頂。昼休憩入ります。タッチは。タッチどこかちょっとわかんない。これってことでしょ。タッチ。真面目にやれよ。大真面目大真面目。はい、お昼休憩入ります。入ります。ここでいいですかね。はい。今日は純吉弁当ありません。代わりに。ダイエーで購入したミニ赤飯稲荷。おかずはね、きゅうりの塩麹漬けだけ作ってきました。あ、来たか。これオレンジ？うん、オレンジ。これ以外はオレンジをペットボトルに凍らせて、ゆで卵。うん、おいしい。スケロク弁当。うん、ここに出てくるね、多分。まっすぐ来たら戻らんでも、うん、え、こんなんも全然シカトしてるよね。いや、これは覚えてるで。マジで。うん。どこやねん、人福山を持っとったん。いや、ここが人福山を持っとった。あ、ほんなん。へぇー。もっともっとのんびり。うん、懐かしいね。ねえ、なんか正直わざわざ電車に乗って山に来るということを控えとったもんやから、なんかね、久々やね。うん、国定公園なわけ。うん、そうや。へえ。金剛山国定公園。まっすぐや、まだ行者杉を過ぎて、ダイヤモンドトレイルをまだ進んでいきます。はい、君峠方面です。はい、次は府中山。はい、楽しみですね。はい、11時48分杉尾峠到着。どっち行くんやったっけ。これをこっちに行きます。大トレはまっすぐですが、はい、我々はこっち、何、石見川鳥地獄方面に行きます。マジか。どんな地獄が待ってるんでしょうか。行えやな。さらば大トレ。はい、鳥地獄方面。初めてやね。はい、うっそうとしてる。あ、
まんまってか。元気選手ちょっとくたびれてきてます。ちょっとね、朝ね、1時間しか走ってないからね、もうこんな何時間もかけて体動かすともうくたびれてくるよね。いや、弱っち。なんかじいさんもしんどいわって4回ぐらい言ってた気するけど。誰がじいさん。じいさん。しんどいもんはしんどい。言うとるから。おお。じいさん大丈夫か。だいぶ下ってしまったのでまた登るんかいって。なんか下山した感じになってきました。なんか人里ですけど完全に。あと2座残ってます。もう今度でいいよ。こんなとこ駅ないからとりあえず駅目指さな。駅目指そう思ったらその2座行かなあかんねん。あかんのか。おへえ、すごい、もう家やで、ね、ちゃん、うん、ここかな。分岐点こっちって書いてる。うん。奄美駅、十字峠。あ、こっちです。十字峠の方を目指していきます。すごい。テクルートやけ。河内長野市テクルート。テクルート。え？え？河内長野市テクルートって書いてあった。テクテクルートのこと。ああ、テクルート。うん。テクルートじゃん。ちょっと向いちゃう。先行ってくださいよ。長山への道は険しいです。もう尋常じゃないぐらい鬱蒼としております。かろうじてこうテープとかが所々にあるので、あ、ここで合ってんのかなという。なんかこうなってくると大トレが恋しくさえなってきますね。蜘蛛の巣をかき分けながら登っております。12時35分、今やってきたのがこの道です。やっとあの、え、鳥地獄って書いてあるらしいですね。我々はこっちに行きます。奄美駅十字峠。へえ、知らんかったねこんな道、うん、はい、目指します、はい、隊長雲取り棒持ってます。弱そう。バテるで。バテとるらしいです。抜けてるやん。12時47分、十字峠到着です。3時間24分もこんなことやっております。これちょっと休憩しにくいんで、もう府中山に行きましょう。はいはい、まっすぐ来て、分かれ道がありました。あのなんかこう行こうと思ったら、妙にチラッチラッとね、あの黄色やら赤やら、これ親切、これだいぶ親切。はい、よくよく見た。府中山。親切や、府中さん。ゆっくり行っちゃうじゃん、普通な。うん。なんでっか、ここは。府中山へ向かってます。でもいい風が吹くね。そうそう、尾根やからね。あのジメッとしたのから解放されて、純吉選手バテできたらしいです。なんでそんな嬉しそうやね。バテるやろ。その10キロもまだ満たないコースでバテております。キロとかちゃうで、こういう何神経すり減らすようなこのスリッピーなとことかね、早く来いよ。この気持ちのいい尾根で、まあ、しんどいけど、あの駅ゴールっていうのがやっぱりこっち向きに行く方がね、いいと思いますよ。はい、13時15分、はい、
府庁山に到着しました。めっちゃ遠かったこれ、めっちゃ遠かった。610m。 我々はこっちから来ました。今度はこっちに行きますってことですね。ちょっと休憩入ります。入りました。大阪五十山対ウエンジャヤマメタッチウエンジャヤマメなんや、やっつけ仕事なんつかわからんやろもうよし、はい、1時23分はい、さらばでした。府庁山、府庁山を後にしまして最後の旗尾だけ向かいます。またうっそうとしてるよこれうっそう寒うわ、激下りあ、でもなんか花のいい匂いがする。爽やかな道に、うん、旗尾だけ。これいよいよ旗尾だけの登りちゃん。うん。なあ。あ、純喜さん出ました。いけそうな気がしてきました。これいけそうな気が。いけます？行かれへんかったらどうなるんですかね。そう関係。帰らなあかんねんから行ってもらわなあかんで。はあ、これ壁ですわ。すごいなこれ、恐るべし旗尾だけの壁。こっちから来ました。でこうドンつきに行きかけるとんってなるんですけど、ここ振り返ってください。ここ、こんなとこにこっち向きにあるんだ。そうそう、こっちから来た人用にこう書いてあるんよね。なので我々こう来たら、こっちのこれに奄美駅とかに吸い込まれるともうこっち行けなくなっちゃうんで、こっち右ですね。はい、右に飛びます。旗尾岳、ええ、あと13分、13分だそうです。やった、ほんまか、ええ、取ったら着いたで。旗尾岳、14時17分、はい、あ、13分ぴったりやで、あれほぼほぼ。すごいな、旗尾岳遠かったで。これそうそう、ま、ここ奄美富士って呼ばれてるらしいで。あ、そう、あの遠くから見えな分からへんけど富士山みたいな形になってる。あ、そう、これいやーね、パンチの効いた山やった。548m、はい、到着、タッチ、はあ、ヘロヘロわ、ヘロヘロやであんた奄美富士よくぞタッチピッチュッチュッピッチュッチュッ、まだ電気で通る壊れたのか14時50分です。はい、車道を横切りました。はい、はい、奄美駅に無事到着しました。あのね、山降りてからがね、はい、駅までがね近くてね、はい、もう大興奮感激時刻は14時52分、はい、やった、今日は、あ、危ない、想像の 3.5 倍はしんどかったあ、何点円 や、 そうや、泊まったことあるよ、うん、お金返します。はい、どうでしたか。いやー、しんどかったね、うん、もうしんどかったしか言われへん。あの、あ、かわいい、あの植え込み、あのね、うん、景色がねなかったのがちょっと残念なんやけど、はい、でもところどころ尾根沿いで気持ちいい風が吹き抜けたり、はいはい、そんなね、人もごちゃごちゃしてなかったし、はい、気持ちのいい山歩きが楽しめましたね、はい、しんどいとこもあったけど、りゅういさんどうでしたかね。暑かったね、しんどかったね。暑かったしんどかった、蚊にいっぱい噛まれた。あ、噛まれたね、はい、まあ、無事ゴールできて何よりでした、はい、それではみんなでした、あ、塩の準備とか飲み物とかたくさんめに用意しておいてください、はい、またね、はい。